本日はお忙しい中、朝早くからご参集いただいたこと、御礼を申し上げたいでございます。場所を問わず、さまざまな河川災害が起こりやすい我が国において、国民の生命、財産を守るため、自然災害への対策については、普段の見直しが極めて重要であります。この14日に1周年を迎える熊本地震や、岩手県岩泉町の高齢者施設が被災した台風災害など、昨年も大規模な災害が発生いたしました。多くの犠牲の上に得られた教訓を、その後の災害対策に十分に生かし、被害に遭う人を一人でも少なくしていくことが、私たちの役割、そして使命であります。本日の会議では、避難情報の的確な提供や、円滑な物資輸送の在り方など、災害から得られた貴重な教訓を踏まえ、防災基本計画の修正、総合防災訓練大綱の策定について、十分なご議論をいただきたいと思います。政府としては、本日の会議の結果を踏まえ、災害に強い強靭な国づくりに向け、官民一体となった総合的な防災対策に全力を挙げて取り組んでいく所存でございます。皆様の一層のご理解とご協力をよろしくお願いを申し上げます。ありがとうございました。